皆さんおはようございます。1月15日月曜日です。今日の全国の天気をお伝えします。この時間の担当は小林理恵奈です。どうぞよろしくお願いいたします。今日は冬型気圧配置強まり、寒気も南下することで日本海側を中心に大雪や吹雪に警戒が必要です。まずはいただいているリポートから見ていきましょう。この時間まずは大阪府寝屋川市からいただいたウェザーリポートを見ていきます。今朝はポツポツと雨が降ったり止んだりしていますね。気温 6.5 度なので寒さは感じない、静かなムーニングといったところでしょうかといただきました。まだあたり暗い様子ですけれども、現在の大阪府寝屋川市内、弱い雨が降ったり止んだりのお天気といただきました。今日は京阪神周辺でも午前のうち、また夕方ごろにわか雨の可能性がありますので、お出かけの際はぜひ雨具をお持ちください。それでは続いてのリポートはこちら、新潟県十日町市の方です。雪が降り始めました。現在積雪は42センチですということです。この時間は雪が降り始めているという新潟県十日町市です。北陸エリアでも現在雨や雪が降っています。現在は雨として降っているところも多いですが、この後は寒気の南下の影響もありまして、降るものが雨から雪へと変わるところもありそうです。十日町市周辺、内陸ではこの後さらなる積雪増加に注意警戒が必要となります。続いてのリポートはこちら、東京都江戸川区の方です。おはようございます。南東の空です。頭上はよく晴れていて、星がはっきりと見えています。風は穏やかです。外は空気が冷たくて寒い体感ですといただきました。こちらは影はっきりのご報告です。お写真からも星たち見ることができております。関東周辺は現在も星や月見えているところが多いです。この後も比較的安定したお天気となりそうです。ここまではいただいたウェザーリポートから見ていきました。ではこの時間さらに詳しく今日のお天気、予報センターの飯島さんに解説していただきます。飯島さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日のお天気は、日本海側を中心に大雪警戒ということですが、現在は雨の降っているところもありますよね。はい、この後雪に変わってくるところが多そうなんですね。はい、でまず午前9時の予想天気図を見ていただきたいんですけれども、日本付近を寒冷前線が朝通過した後、一時的に強い西高東低の冬型の気圧配置となります。で今一時的と申し上げましたけれども、この冬型の気圧配置はだいたい明日の朝までというふうに見ていますけれども、上空には非常に強い寒気が流れ込むわけですね。これは上空5500メートル、まあ、正確に言うと北海道付近では5100メートル付近なんですけれども、まあ、の寒気の予想なんですね。でこれでいきますと、大雪の目安となる上空5500メートルでマイナス36度の寒気、ちょうど北海道にかかるぐらいのところに朝9時の段階で南下してくると予想されているんですけれども、この後の動きを追っていきますと、午後にかけて北海道付近、北日本を中心に寒気が強まりまして、今日の午後になりますと道北にはマイナス42度ぐらいの寒気、そしてマイナス36度の寒気が東北地方まで南下します。ですから現在は雨で降っている日本海側の地域、この後急速に雪に変わってくるところが多くなります。でその前にですね、現在本州付近を寒冷前線が南下中なんですけれども、これから午前8時か9時ごろにかけて、つまり通勤通学の時間帯に京阪神や東海地方の平野部、あるいは瀬戸内海側ですね、こういったところでもにわか雨の可能性があるんですね。はい、降水のシミュレーションをちょっと時間を追っていきますと、これ午前5時の予想なんですけれども、7時8時頃にかけまして、この瀬戸内海側や京阪神、あるいは東海地方などでもにわか雨の可能性があります。で関東地方では今のところ一時的に雲が広がるぐらいと考えていますけれども、場合によってはポツパラレベルのにわか雨があるかもしれません。はい、そして今日何といっても注意が必要なのは北海道地方ですけれども、はい、こちらには上空に5100メートル付近で
マイナス40度以下の寒気を伴った低気圧が北から接近してきます。で、普通低気圧というのは西から東に動くんですけれども、今日の場合にはほぼ北から南に南下してくるわけですね。ですから東北から道央、そして場合によっては午後になりますと道東、一部太平洋側の方でもにわか雪となって、猛吹雪、そして大雪の恐れがあります。はい、現在も沿岸地域からは吹雪いているといった報告もいただいております。はい、今日いっぱいは特に雪の降り方、風の強まりにも警戒が必要ですね。そうですね、はい、風もかなり強く吹きそうなんですね。これ風のシミュレーションで12時の予想なんですけれども、はい、赤い色のところほど風が強く予想されているところです。で、北海道付近を拡大していきますと、このちょうどオホーツク海側のオホーツク海に渦を巻いているところがありますが、ここに低気圧があるわけですね。ですから今日は全体的に北ないしは西寄りの風が強く吹くということになりそうです。はい、そして北陸地方でもかなり強い北西風とともに雪が続くということになります。今日の輪島の予想の気温を見ていただきますと、はい、日中にもほとんど上がらない予想です。2度から1度ぐらいで雪が続き、そして西北西の風も強いという状況が続きそうです。はい、被災地でも特に寒さが厳しい1日となりそうです。北陸エリア以外もやはり今日はこういった日中も気温が上がりにくい傾向なんでしょうか。そうですね、東京で見ていきましょう。で、東京はですね、北西の風がフェーン現象を起こしますと気温が上がるので、関東地方では少し気温が上がる予想なんですね。はい、ですけれども、京阪神で見ていきましょう。どうですかね。大阪で見ていきますと、やはり東京ほどには上がらない予想ですね。9度という予想ですけれども、実は京阪神や東海地方の平野部でも夕方以降にわか雨、もしくは最悪というか、強く降る場合にはみぞれやあられを伴う可能性がありますので、夕方以降は空模様の注意にの変化に注意が必要ですね。はい、そして最後に沖縄地方ですけれども、はい、沖縄地方も寒冷前線が南下する影響で、主に今日の夕方頃と見ていますけれども、にわか雨の可能性があります。これちょうど19時の予想で、沖縄本島にも雨雲がかかる予想となっていますが、この雲の帯は寒冷前線に伴うものです。はい、こちら沖縄では日差しも届きますが、にわか雨要注意となりそうです。ここまで予報センター飯島さんとお天気をお伝えしました。飯島さん、ありがとうございました。改めてここから今日の全国のお天気アイコンで見ていきましょう。1月15日月曜日の全国の天気です。冬型の気圧配置となり、強い寒気が流れ込みます。日本海側を中心に雪が降り、北陸から北日本では降り方が強まる予想です。山沿いでは短時間での積雪急増、沿岸では暴風による視界不良に警戒が必要です。また被災地北陸では災害の発生や拡大にも注意してください。関東から九州にかけては太平洋側を中心に日差しが届きます。ただ近畿中部や瀬戸内ではにわか雨の心配があります。日中は各地ともこの時期らしい冬の寒さです。しっかりと防寒をしてお過ごしください。以上、今日の全国の天気をお伝えしました。皆さん、改めましておはようございます。1月15日月曜日のウェザーニュースライブモーニングです。この時間の担当は小林理恵奈です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日のお天気ですけれども、冬型の気圧配置が強まることによって、日本海側を中心に大雪、猛吹雪の恐れがあります。場合によっては交通機関等に影響の出る恐れもあり、厳重な警戒が必要です。また今回南下する寒気も今季最強クラスということで、その寒気による雪の強まりにも注意が必要です。そして現在北海道付近を進んでいる低気圧、発達していることによって沿岸地域を中心に暴風にも警戒が必要。現在も注意報、警報等が発表されているエリアが日本海側を中心にあります。これまで地震の揺れが強くなっておりました。
北陸エリアも含めて今日は積雪増加の恐れがあり、特に被災地ではさらなる災害の発生や被害の拡大が懸念されています。今日はそういった気象状況も鑑み、この時間もウェザーニュースライブでは注意のレベルを引き上げた形で黄色の帯で情報をお伝えしています。この後もぜひこちらの番組やアプリを通じて最新の気象情報を確認しながらお過ごしください。場合によっては吹雪によって視界が悪く見通せない状況になるかもしれません。危険だと判断した場合は不要不急の外出は控えるようにしてください。さてここからは現在のお天気を見ていければと思います。5時台現在発表されている気象警報からです。5時10分現在、北海道や東北、北陸地方に警報が発表されています。まずは北海道道北エリアです。こちらは沿岸の地域を中心に暴風雪警報、また波浪警報が発表されています。そして同じく暴風雪警報が道央、石狩市など、また道南も奥尻町に暴風雪警報が発表されています。また東北地方は秋田県、山形県に暴風雪警報です。秋田県では秋田市内を含むご覧のエリア、また山形県では鶴岡市、酒田市、遊佐町に発表されています。また今回冬型気圧配置強いということで、宮城県内は暴風警報が現在広いエリアで発表されている状況です。加えて乾燥注意報も発表されています。特に今日は沿岸の地域日差しが届きますので、火の元の管理十分にお気をつけください。また石川県内は現在大雨警報が発表されています。地震によって警報発表の基準が引き下げられている奥能登エリア、こちらの4つの市町に大雨警報です。引き続き土砂災害の発生に警戒してください。また現在暴風雪警報が広い範囲に発表されており、今後も発表エリアが拡大する可能性があります。今日は猛吹雪の可能性もあるということです。暴風雪警報とは雪を伴う暴風により重大な災害が発生する恐れがあると予想したときに発表されるものです。この暴風雪警報発表エリアでは明日朝にかけて、この強い風また強い雪に対し警戒が必要と発表されています。危険だと判断した場合、外出またお車の運転は控えるようにしていただければと思います。それでは警報発表エリアからまずは確認していきました。続いて全国各地の現在の様子、皆さんからのご報告で見ていきます。現在は西日本は広く雨、日本海側を中心にやや強まっています。北陸になるとややその雨のトーンも上がっておりまして、サーレベルからザーザー降りの雨となっています。長野県内や新潟から北のエリアではみぞれまたは雪、内陸ではどかどかと雪の強まりを示す報告いただいています。この後はこういったエリアでも雨から雪へと変わっていく予想です。また低気圧が通過中の北海道ですが、現在道北エリアでもはっきりとレーダーで雲が表現されています。普段こういったエリアレーダーでもなかなか雲検知しにくいということですけれども、それほど背の高い雲によって強く雪が降っていることを示しています。札幌現在晴れていますが、この後雪雲がかかってきそうです。晴れているのは関東や東北の太平洋側を中心としたエリアとなっています。ではこの時間までの1時間分降水量を確認していきましょう。5時までの1時間分の雨量を見ていきますと、山陰方面で1時間に5ミリ前後、北陸では同じく5ミリ前後といった降り方となっています。その他新潟県内などでも
こちら1時間5ミリの降水、こういったエリアは現在雪として降っているところもありますので、雪の降り方も強くなっていそうです。ではそんな降雪についてもこの時間見ていければと思います。5時までの1時間分に降った雪の量を見ていくと、強いところで1時間に4センチの積雪増加、主に新潟県や、岐阜県の北部となっています。青森酸ヶ湯でも1時間4センチ、北海道はご覧のエリアで積雪を観測しています。道東鶴岡では1時間に4センチの積雪増加となっています。また4時までの1時間ですと、北海道道北小江戸では6センチ、石狩沼田では7センチということで、こちらも強い風によってもしかすると観測値大きくなっているかもしれませんが、かなり強い降り方となっていたことがわかります。先ほど強い風というふうに申し上げた通り、現在北海道内では風も強く吹いている状況です。強いところでは平均的に15メートル以上の風が吹き荒れ、襟裳岬では平均で22メートルを超えてきています。瞬間的には30メートルを超えてもおかしくありません。これに雪が加わると視界が全く、見えなくなってしまう恐れもあるため、十分な警戒が必要です。ではこの時間の実況の雨や雪の様子を見ていきました。ここからは詳しくエリアごとにお天気を見ていきましょう。ウェザーニュースアップデートです。北海道の今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日は道央や道北を中心に雪が降ります。降り方がどかどかと強まり、強い雪や大雪の恐れもあります。積雪増加に警戒が必要です。沿岸部では風が強く、吹雪による視界不良や高い波にも注意してください。予想最高気温は札幌でマイナス1度、旭川はマイナス2度となっています。冬の寒さが継続です。引き続き防寒は万全にしてお過ごしください。以上、北海道の今日の天気をお伝えしました。東北エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日は日本海側ほど雪や雨が降り、降り方が強まって雷やあられ、突風を伴う恐れもあります。山沿いは強雪や大雪による積雪増加にも警戒が必要です。沿岸は風が強く、横殴りの雨や吹雪、高い波にも注意してください。太平洋沿岸地域では日差しが届きます。予想最高気温は仙台で5度、青森は1度となっています。各地でこの時期らしい寒さが続きます。暖かい服装でお過ごしください。以上、東北エリアの今日の天気をお伝えしました。関東エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日は広く日差しが届きます。天気は安定しますが、海上は波が高くなります。風も強く、防寒が必須の一日となりそうです。東京の予想最高気温は11度となっています。朝晩は冷え込み、昼間も気温が上がらず冬本番の寒さです。厚手のコートなどを着用し、体感温度の調節をしてください。以上、関東エリアの今日の天気をお伝えしました。
中部エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日の北陸は雪や雨が降り、降り方が強まって雷やあられを伴う恐れもあります。沿岸部では風が強いため、横殴りの雨や吹雪、高い波に注意してください。山沿いは短時間での積雪増加にも警戒が必要です。東海や甲信では日差しが届くところが多くなります。予想最高気温は名古屋、金沢で9度となっています。各地冬本番の寒さで防寒が必須の1日となりそうです。以上、中部エリアの今日の天気をお伝えしました。近畿エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日は南部ほど日差しが届きますが、中部は午前中や夕方ににわか雨やにわか雪が心配です。日差しのチャンスがあっても外出の際は雨具をお持ちください。北部では雨や雪が降り強まることがあります。沿岸部では風も強まる予想です。予想最高気温は大阪で9度、京都は7度となっています。日中も気温は上がらず、空気がひんやりと感じられます。防寒は万全に行ってください。以上、近畿エリアの今日の天気をお伝えしました。中国、四国エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日の山陰は雨や雪が降り、強まって雷やあられを伴う恐れがあります。沿岸部では風も強いため、横殴りの雨にも注意が必要です。瀬戸内でもにわか雨やにわか雪の可能性があります。今日は四国太平洋側ほど日差しが届く予想です。予想最高気温は広島で10度、高知は13度となっています。日中も冬本番の寒さが続きます。冬小物も活用し、万全な防寒でお出かけください。以上、中国四国エリアの今日の天気をお伝えしました。九州、沖縄エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日の九州は各地昼間にかけてだんだんと日差しが届きます。予想最高気温は福岡で13度、鹿児島は16度となっています。強く冷たい風が吹き、防寒が必須の1日となりそうです。続いて沖縄です。今日は雲が広がるものの日差しが届きます。ただ先島諸島ではにわか雨が心配です。海上は高い波にも注意してください。那覇の予想最高気温は21度、北風が吹き朝晩はひんやりと感じられそうです。以上、九州沖縄エリアの今日の天気をお伝えしました。ここまでエリアごとに今日のお天気アイコンを見ていきました。今日の雨や雪の降り方については、ぜひウェザーニュースのアプリから最新の情報をご覧ください。この後番組は5時30分より再開いたします。
皆さんおはようございます。現在時刻は6時30分を回っています。引き続きウェザーニュースライブモーニング、担当は小林理恵奈です。よろしくお願いいたします。さて現在ご覧いただいておりますのは千葉市幕張のお天気カメラです。だんだんと朝焼けしている、ね、姿が見えてきました。外もずいぶん明るくなりましたね。今日もいいお天気です。ただ遠くの方地平線のあたりは雲がありますので、今日はもしかするとね、日の出時刻今日は6時49分ですけれども、もうちょっと後になるかなといったところでしょうか。それでもグラデーションでとてもね素敵に朝焼け見えております。まだ星月も見えそうですね、この時間帯だと。いやー嬉しいです。昨日もとってもねいいお天気で経過していきましたけれども、今日もご覧のように千葉幕張では雲も少ないといった空の様子です。ただ南部の方、関東南部ではですね、だんだんと風も強まってきます。今日はお洗濯もね、関東周辺ですと、外に干すことできそうですけれども、飛ばされないようにしっかりと止めておく必要がありそうです。この後もね、より明るくなってくる時間帯ではありますけれども、いやまた新しい週間始まりました。今日で1月も折り返しですね。1月は31まであるか。今年ってうるう年なんですよね。ね、なんか一日長いです。来月の話だけどね、いろんなことがあった2024年のスタートですけれども、また今日から1週間、頑張っていければなと思います。そうでしたね、昨日は本当に良き朝日でしたけれども、ご覧のような様子、幕張の天気カメラからも見ていきました。ただ、こういったいいお天気、関東の皆さんはよく見られていたんじゃないでしょうか。今もね、すっきり晴れているようなエリア、関東エリアが中心となっております。朝から寒くてなかなかこう明るくならず、どんよりしちゃうなといった方は、今からねご紹介するリポートなども見て、いい朝を迎えていただければなと思います。では、早速ですね、いただいております日の出リポートをご紹介していければと思います。1枚目は東京都青梅市の方です。おはようございます。東の空は朝焼けのグラデーションが広がっています。気温0度、寒い朝です。これから洗濯しますといただきました。現在0度という東京都青梅市の方です。こちらも空には雲はもうこのくらいですかね、ほとんどないといった状況です。昨日は東京都西のエリアではこの時間も氷点下だったと思うんですけれども、今日もそれに匹敵するような寒さとなっているようです。この後もね、だんだんと朝日が昇ってきてもいいお天気となりそうです。では続いては埼玉県戸田市の方からのリポートです。昨日と同じように朝焼けが綺麗な空、少し雲はあるが晴れそうな天気、気温は昨日より低く体感としても寒く感じる朝といただきました。現在ね、昨日よりも気温も低いといただいておりますけれども、引き続き昨日今日といい朝焼け見れていたようです。本当にね、輝く星たちも見えることができております。それでは続いてのリポート見ていきます。はい、こちらは神奈川県からです。横浜市青葉区の方、日の出前です。早く電車が来てほしいです。あ、本当だ、電車今ホームからの写真ですかね、待っていらっしゃるということで、ね、寒いですよね駅って。田原た、なんだってこれは、た、たな駅、何でんだろう
何ですかね、田んぼの田に私の漢字も入ってる、奈良の奈、合ってるのかな読み方も。横浜市の方、何線ですかね、相鉄とか、あでもあれ地下鉄ですもんね。でも朝焼け望みながら電車を待たれている、あ田園都市線、へえ、あ確かに緑が、緑です、緑のやつ見たことありますよ。この時間帯だと混まないですかね、通勤時は混む印象がありまして、田園都市線。いやでもいいですね、朝焼け見ながらということで、きっと寒い、ね、気持ちで待っていらっしゃったかと思いますけれども、うん、いやまた一つ勉強になりました。素敵な電線と駅の看板と朝焼けということでいただきました。皆さん気をつけていってらっしゃいませ。乗り降りする人が一番少ない駅、電としての中で、あそうなんですね、じゃあ穴場穴場じゃないですか、そうなんだ、他の駅があまりにも多すぎるからっていうことですよね、多分きっとそうですよ。では続いて見ていきましょう。茨城県日立市からは、おこちらもまた素敵なグラデーションお写真いただいております。明るくなってきました、金星も薄くなってきましたといただいております。だんだんと明るくなってきたこの時間帯、つい先ほどですねいただいたリポートです。茨城県内もすっきりとした快晴、朝から広がっております。関東ではご覧のように晴れた朝迎えておりますけれども、一方でその他のエリアでは現在も曇り雨雪となっています。リポートもまずは見ていきましたが、ここからは改めて現在のお天気見ていきましょう。皆さんからのお天気報告です。だいぶ報告の数も少しずつ増えてまいりました。関東や現在東北太平洋側も晴れている報告が多いです。道東エリアも日差し届いているところありますが、こちら北海道日本海側では雪の強まりや吹雪の報告多くいただいております。視界不良等に厳重に注意警戒が必要です。広い範囲現在北海道内暴風雪警報も発表されております。また北日本から北陸にかけて現在も日本海側で雪の降っているところがあります。新潟県や富山県の周辺からはどかどかという強い雪の報告もいただいているような形です。北陸などでもこの後雨として現在降っているところもだんだんと雪に変わり、この後も断続的に降ることとなりそうです。また近畿そして中四国瀬戸内九州の一部もこの時間は雨と降っているところがあります。九州などではだんだんと日差し届きそうですけれども、中四国近畿のエリアではなかなか日差し届いてこないところも午前のうちはありそうです。ではさらに詳しく今後のお天気の予想を見ていきましょう。時間を9時から進めて見ていきます。白色が雪、青色が雨の表現です。西日本ではだんだんと雨のエリアも解消していく予想ですが、北陸から北の日本海側を中心に広く雪の降り続く予想です。どかどかと強まって雷やあられなどを伴う恐れもあります。関東などでは日中帯も日差しが届き続ける予想となっていますが、夕方頃またですね近畿のあたり曇っていきます。場合によってはにわか雨、にわか雪の可能性もありますのでお気をつけください。夜になってもこの北陸から北のエリア雪は続く予想です。この後もさらなる積雪増加にご注意ください。以上この時間は実況のお天気から今後の予想についても見ていきました。
さてここからはアプリを使って詳しく雨や雪の様子を見ていきたいと思います。現在こちらでご覧いただいておりますのは傘のマークレーダータブの雨雪モードです。こちらからは降るものが雨なのかみぞれなのか雪なのか、またその降り方、強さも見ることができます。最大は30時間先まで見ることが可能です。地図を動かして詳しくこの先の様子を見ていきますと、だんだんと筋状の雲が出てきました。強い冬型気圧配置、そして寒気も南下するということで、ご覧のように北海道周辺、そして北陸から北の日本海側では強い雪を示す濃いピンク色の雲も表現されています。またですね、北海道付近注目して見ていくと、ぐるぐると反時計回りに進む雲の形も見えるかと思います。これは低気圧に相当する雲となりますけれども、これによって雪が強く降り続くようなところもあるかもしれません。また現在北陸エリアでは雨として降っているところもあるかと思いますが、いつ頃から雪として降り出すのか、こういった時系列ごとの降り方、変化も見ることができます。ぜひご活用ください。その他ですね、今日は西日本でも山沿い中心に雪、沿岸では雨が降ります。こういった西のエリアの皆さんもどういったものが降るのか、ぜひこちらからご確認いただければと思います。お隣のタブからは積雪、さらに隣からは風の様子まで予想を見ることができます。ぜひ知りたい情報に合わせてレーダータブ活用してみてください。以上、ウェザーニュースのアプリのご紹介でした。ここからは現在オープンしております空ミッションのご紹介です。ウェザーニュースのアプリ内では空ミッションという形で皆さんに質問などを伺っております。右下のカメラのアイコン、空の写真を押していただいて、そうしますとこちらの画面に移ります。右上、鳥か卵のマークがありますので押していただくとご覧の画面に移ります。こちらから一覧で空ミッションを見ることが可能です。こちらは気象状況に応じエリアごとにオープンしているミッションなどもございます。今千葉市内にありますこちらの端末ですと、ご覧のミッションがオープンしている形となっています。ぜひ皆さんのエリアでどういった空ミッションがあるのか、お手元のスマートフォンからご確認ください。そして現在ですね、北日本から東日本の日本海側のエリアにいらっしゃる皆さんに雨雪リポートを募集しています。こちらに雨雪リポート募集といった項目出ているかと思いますので、そちらを押していただいて、お写真や動画で現在の状況をリポートしていただければと思います。そんな雨雪リポート17日までとなっておりますので、今日から明日にかけて警戒が必要な雪の様子、風の様子等、お時間がある際、安全な場所からぜひリポートしてみてください。以上、ウェザーニュースの空ミッションをご紹介していきました。ではここからはですね、現在、停電が発生しています。北陸エリアを中心に停電発生ということですので、改めて北陸電力のホームページより停電情報をお伝えします。現在は北陸地方奥能登を中心に依然として停電が発生しているような状況です。解消されているエリアもだんだんと、復旧しているところも増えてきました。ただ現在もおよそ8700戸で停電が発生しており、そのほとんどが輪島市となっております。珠洲市や穴水町、能登町でも現在停電の発生があるといった状況です。今日は雪の降り方が強まってくるとともに、
気温も低く寒い一日となります。これからさらに雪の量が増すとなると、さらに被害が拡大してしまう恐れもあります。ぜひ電気や物資が届きやすい避難所などに身を寄せて今日もお過ごしいただければと思います。まずは北陸電力ホームページより現在の停電状況についてお伝えしました。続いては鉄道の影響を見ていければと思います。現在雪や強い風によって運転を見合わせているところがあります。北海道宗谷本線音威子府から稚内駅間、そして函館本線長万部から小樽駅間、五能線深浦から鰺ヶ沢駅間で運転を見合わせています。うち宗谷本線函館本線のご覧の区間では終日運転を見合わせるとの発表があります。続いて大糸線でも終日運転を見合わせている区間があります。南小谷から日駅間ということです。現在鉄道等にも影響が出ています。今後もさらに遅延等発生するところが出てくるかもしれません。今日の通勤通学のタイミングでもぜひ最新の交通情報についてもご覧ください。続いて高速道路の影響です。現在ですね、日本海側を中心に冬用タイヤの着用といった区間がいくつかあるような状況です。現在はアイハイウェイでの情報をご覧いただいております。冬用タイヤ装着の規制があるのがご覧の区間となっております。北陸エリアなど日本海側の中心エリアが中心となっております。雪による冬用タイヤ等装着といったエリア、青色の区間となっております。今後さらに雪の量が増してくるとなると通行止め等発生してもおかしくはありません。お車でご移動の際、十分な安全を確保するとともに交通情報についてもご確認ください。以上、ここまではライフラインや交通の影響について見ていきました。ではここからは実況のお天気、雨や雪のエリアを中心に見ていければと思います。まずはいただいたウェザーリポートです。1枚目のご報告は北海道旭川市の方。おはようございます。吹雪いています。それほど寒くはありませんといただきました。現在旭川の方からは吹雪報告をいただいております。そんな旭川なんですが、アメダスの地点では6時までの1時間に5センチの積雪増加を観測しているような状況です。現在もですね、1時間あたりでも強い降りとなっておりまして、この5時から6時の間でもぐっとグラフも伸びているようなことがわかるかと思います。この後もさらなる強い降りに注意が必要です。それでは続いてのリポートも吹雪報告です。南津軽郡藤崎町、青森県の方です。家を出た時はそうでもなかったが、徐々に荒れてきているといただきました。こちらも吹雪いているような様子、動画で映していただいております。北海道内に加えまして青森県内も現在地上から巻き上げられるような雪も見えます。降り方そのものと風の強さが相まって吹雪いているといった報告でした。それでは続いては新潟県長岡市からです。今日は朝から雪模様、降り方がすごいといただいております。こちらはどかどかと強い雪を示す報告をいただいております。長岡市内もこの時間まで雪の降り方が強まっているところがあったようです。長岡市も6時までの降雪量1時間で3センチとなっています。風に乗ってより強く降り方感じられている方もいらっしゃるでしょう。
体感も極寒といただきました。この後も断続的に雪雲流れ込んできますので、さらに短時間での積雪急増に警戒が必要です。そして今日はホワイトアウトに注意警戒が必要となります。詳しく画像も合わせてご紹介していきましょう。主にこちらは、車の走行時での危険と表記されております。暴風に雪が加わると視界が悪化し、周囲の状況がほとんど確認できないホワイトアウトがたびたび発生します。見通しの悪い状況にあると交通事故の危険もより高まります。いつでも停止できるような速度で走行し、危険を感じましたらハザードランプ必ず点灯させ、安全が確保できる場所に停車してください。また無理な走行は避けていただき、出発時にお天気荒れている場合は他の移動手段もぜひ検討いただくか、外出は控えるようにしていただきたいと思います。大きな車等が走行する際もその影響で見通しが悪くなることもあります。また安全が確保できる場所に停車するとありますが、そういった際にも備えて三角表示板なども積んでおく必要がありそうです。こちらですね、いつこういった状況になるか分かりません。万が一に備えたものなどもぜひ車には積んでおくのが良さそうです。走行する前にはぜひ最新の気象情報もご覧ください。実況でも見ていきましたが、現在は雪の量が増していたり吹雪いているところもあります。今後も日本海側を中心に荒れた天気となります。詳しい内容、予報センター飯島さんに解説していただきます。今日の大雪に関する情報をお伝えします。飯島さん、朝から日本海側、はい、また北海道などでは吹雪いていたり雪の量が増しているところがありますね。そうですね、かなり吹雪のご報告があるんですけれども、はい、今日これから午後にかけて道北を中心にさらに強まりそうなんですよね、はい、で、朝9時の予想天気図を見ていただきたいんですけれども、この北海道の北オホーツク海に低気圧が予想されています。で、実はこのような低気圧、普通は西から東に進むんですけれども、今日に限っては上空の非常に強い寒気の真下にあって、この低気圧ほぼ真南から南南西に進むと予想されています。つまりこの後オホーツク海の沿岸に近づいてくるわけですね。で、この低気圧の近くの上空には非常に強い寒気があります。これ午前9時の段階での上空5500メートルとなっていますが、おそらく正確には5100メートルぐらいだと思いますが、マイナス36度、真冬の、大雪の目安となるマイナス36度の寒気が北海道にかかってきているというふうに予想されています。で、このマイナス36度のラインのこの後の動きを見ていきますと、次第に北海道地方、これ南下してきて、特に午後になりますと、この青いところはマイナス40度以下の寒気ですけれども、このマイナス40度以下の寒気に明日の朝にかけてすっぽりと覆われるような予想なんですね、はい、で、現在 この気象衛星の画像を見ていただきますと、はい、ちょうどオホーツク海のあたりでこの雲がぐるぐると渦を巻いている様子が見て取れるんですけれども、ここに低気圧があるわけですね、はい、このような形で渦を巻いています。ここに低気圧があります。そしてここに、ロシアですけれども、ユジノサハリンスクというところがあって、先ほどそこの航空気象実況通報式メターというのがあって、それを見たところ、北風、突風で47ノットですから約23メートルぐらいですね。で、視界100メートルの強い吹雪となっています。で、この強い雪を降らせる低気圧がこの後オホーツク海の沿岸に差し掛かってきます。この後の降水のシミュレーションで見ていきますと、午前6時の段階ではおそらくこの低気圧はこの間宮海峡付近、失礼しました、宗谷海峡付近に
あるものと予想されますが、この雲の渦の、ね、動きをこの後時間を進めていきますと、9時そしてこれが15時になります。15時になりますとオホーツクの沿岸に差し掛かってきまして、東北や道央でも強い雪が予想されています。これが18時ですけれども、現在よりもさらに雪そして風ともに強まるという予想ですね。こちらは今度風のシミュレーションになって、これ午前7時なんですけれども、オホーツク海で渦を巻いています。でこの低気圧が どのように動くかといいますと、これが15時なんですね。15時になりますと低気圧はここに予想されています。このように北ないしは北西の風が非常に強く吹くということになります。先ほどユジノサハリンスクで北風23メートルぐらいとお伝えしましたけれども、この道北やオホーツク海側の沿岸を中心に20メートル以上の猛吹雪となって、先ほどホワイトアウトというお話がありましたけれども、本当に何も見えなくなります。本当に数メートル先も見えないような暴風雪になることもありますので、今日の夕方頃を中心にかなりそういった暴風雪、そして大雪のリスクが高まるというふうに考えられます。はい、北海道でしたり北陸から北の日本海側では、この後大雪や猛吹雪に十分な警戒が必要となりそうです。今後も最新の雪に関する情報はウェザーニュースのアプリからぜひご覧ください。